久保さん。まあ、いろんな人それぞれ生き方があるからいいんじゃないですかね。ただ、そこに雷を落とすんだったら、そう願っている、そういう人生を送りたいと思ってるのに、やらない人たちですね。この億万長者合宿は <laughs>、やれと。そう思ってるんだったらやれと。<laughs> 思ってないんだったらその、いいんだけど。うん。だから自分が正しいと思うことをやればいいんじゃないですかね。 だからネットビジネスは怪しいと思うんだったらやらないでずっとサラリーマンで働けばいいだろうしその人の正義っていうのがあると思うんで自分の中の正義って何なのっていうのを考えてやればいいんじゃないですかね自分はこう思うからこうやるシンプルで良くないですかただしその自分の正義っていうのは時代の流れによって正義と貫いてたことが当たとなる可能性もあるので 正義はうーん、変えるべき時は変えないといけないということですねうん。頑固一徹張りで何も取り入れない。あそしたら、あーまあ、どうなるか分かんないです。<laughs> 本当に <laughs> うん。だからやっぱ変化していかないといけないですね。ただしあの、一つ変化しないものがあるとするならば、多分インターネット社会っていうのは、 不変、あのー、なものがある,あると思います。インターネット上に何が流れてるのか、情報です。でこの情報の、情報の、ネット上にその情報がこうアップロードされるスピードっていうのは、まあ、なんだっけな、なんかデ,データって出てるんですけど、もう鬼のように出てるんですよで。これからも増え続ける、圧倒的に。インターネットにアップロードされる動画、写真、テキスト。だからそこで 自分が受け取る側になってたら逆にその情報にね埋もれてなんだ洪水に埋もれて終わっちゃうんじゃないかなと逆に言うとそのーサーフィンでねその波をね乗りこなすみたいな感じで自分が発信してその情報を発信して波を乗りこなすっていう風にやればまあ乗り切れるかもしれないですけど受け取る側だとしんどいですまあこれは事実として情報が5万と出てるので これからも出続けるし、受け取る側から発信する側にならないと、まあ、本当に溺れて死んじゃうんじゃないかなというところでございますね。いってらっしゃい。